こんにちは。東京都渋谷区恵比寿で会をしています橋本歯科橋本です。皆さんが歯を失う原因として再治療によりその後の症状の悪化により罰止されることが多いと思います。寿命で抜かれた歯、老化で抜かれた歯はないわけです。これが上の歯の内部になります。これだけ顕微鏡だと大きく拡大して見えます。そしてここは根っこの入り口になります。そこの部分に詰められた古いお薬がもうドロドロになっています。それをしっかりと丁寧に除去していきます。残りの自分の歯はできるだけ削らない、ほとんど削らないということを考えて行っております。